引き起こしは、ひそか山派家族の他年層。和名引き起こしの名の由来は、昔、工房大師が、諸国アンギアの道中で、道端で病で苦しんで倒れ込んでいる旅人に出会い、旅人は今にも死にそうで、近くに生えていた、この草を噛むように教えたところ、病が治ってその病人が起き上がって元気になり、旅を続けたという故事から来る。日本では、別名で、 延命草応とも呼ばれ、この具法大師の伝説から名付けられている。また、葉は口に含むと苦く、騎士改正の力があると言われたことに由来するという説もある。中国植物名は、もう一か茶菜という。北海道南西部から本州、四国、九州に分布し、日当たりの良い丘陵を、山野に自生する。多年草。高さは50から100センチメートルほどになり、 茎の断面は四角く、下向きに毛が密生している。葉は茎に耐性し、葉芯は甲卵形で先が尖り、葉肺に巨子がある。花器は秋。茎の上部や葉液から塩水過剰を出して、下水に泡紫色の多数の小さな神経花をまばらにつける。額は五列し、雄髄は四個あり、うち二個は長く、共に花貝に突き出る。子髄は一個つく。 学糖の底部に4分化をつける。シソ化植物であるが、シソのような方向はなく、葉を噛むと大変苦く、青臭い臭い化する。薬草として利用され、9から10月の開花に日常部の形容を刈り取って、長さ2から3センチメートルに刻んで、日干し乾燥したものを延命草と称して生薬にする。干し上げた時に、鮮やかな緑色で苦みの強いものが良品とされている。 強い苦味成分はプレクトランチンで、この成分は40万倍に、水で薄めても苦味は残ると言われていて、胃酸を中和する重曹と混ぜると、全く苦味が消えて、組み検薬の効果がなくなる性質がある。薬として使用するときは、他のものと混ぜずに、単独で用いることによって、胃液の分泌を盛んにし、消化を促進させる。民間療法で、胃弱、胃下垂。 胃近無力症、胃炎、食欲不振などに、延命早追加治療後から 10g を、水 600cc で半量になるまで煎じて、カスを取り除いて食後に3回に分けて服用する、用法が知られている。粉末の場合は、追加治療 2g を水か湯で、服用する。やや胃腸を冷やす働きをする薬草であることから、胃腸が冷えやすい人は慎重に使用する。また、 妊婦に対する服用は禁忌とされている。ありがとうございます。